というわけでマダラ藩を閉めたろうと思って遠路はるばりやってきたね。いやいやいや、来ちゃダメでしょうがよ。予選会の間は他の地域へは移動禁止なんでしょう。大丈夫なんですか、桜くん。大丈夫ではないけどな。ギリギリなんとかなるようにはしておいたわ。変装が得意なうちとこの下の姉班に頼んで一時的に入れ替わってもろてるし、万が一わしのルール違反がバレてしもた時に備えて凛々班がなんぞ悪だくみもしとるみたいやね。あいつもおとなしゅうしてたように見えていろいろ仕込んでたみたいや。むしろもっと早く言えっち怒られてしもたわ。悪さをするならそれでいろいろと準備とか必要なんだからよってな。また悪さをする気なんすか、クレイジー B は。正義と敵対するもんを悪と呼ぶなら、まあクレイジー B は悪やろな。せやけどわしらはあくまでもアイドルやそれを応援するファンの味方のつもりやで。みんなが悲しむような展開にはせんから安心しとき。よくわかんないですけど、俺たちにはそっちの事情に口を出す権利はないですよね。友達としてはあんまり危ない橋とか渡ってほしくねえんですけど。カニな、せめて主花には迷惑かけへんように気ぃつけるわ。ひとまずマダラ藩の居場所を教えてくれたら消えるから、なんか知っとることがあったら教えてほしいね。あいつをぶん殴るために飛び出してきたのは獲物の、あいつの居場所の手がかりとかが何もなくてな。多分四国におるんやろけど、一口に四国っちゅうても広いしな、ある程度当たりをつけんとあかんっち思ったんよ。今マダラ藩はアダムと一緒に行動してんやろ。それなら同じエデンのイブの方からたどれるかなって。あはん、だから旅館にずっととどまって動かない俺らの方に会いに来たんですね。でも残念なことに、昨日の通話でも言いましたけど、俺らもアダムがどこで何やってるかはわからないんですよ。アダムが、つうかイバラは俺らを頑なに綺麗なところに置いといて、汚れ仕事を自分だけでやりたがるもんで。だからまあどっかで悪さをしてるんだろうとは思うんですけどね。それ以上のことはちょっとわかんないですね。申し訳ないですけど。ええよ、ホールハンズ越しだと喋れへんこともあるかとも思って、念のためこうして直接会いに来ただけやし。茨もそうですけど、なんでみんな予選会が始まってからあんまりホールハンズを使わなくなったんですかね。便利なのに。使わなくなったっちゅうより、そこで大事な話をせんようになったんやろな。ホールハンズの仕組み上、そこで交わされた会話は ES 上層部に筒抜けやし、 ES 上層部っちか運営側に不信感を抱いてるやつらは念のためホールハンズを使わんのやろな。情報戦って感じですね。結城さんやら茨やら、そっち方面が得意な人たちがホールハンズは対応しないって決めたなら、まあそれが正解なんでしょう。結城さんってトリックスターのあの人か。あれは何や、スマホを没収された上でジャングルに放り込まれたとかいう話やし、ホールハンズを使いたくても使えんのとちゃう。なんか割と無茶な状況に放り込まれてるユニット多いですよね今回。去年は全然そんなことなかったのにな。今年からガラッと SS の質感が変わっちまいましたよね。今年も去年と同じような感じだと思って準備してた真面目なユニットほど今年は苦労してるんじゃないですかね。逆に何も知らないアイドルの歴史とかにも興味ないっていう新入りには得ですよね今年の展開は。クレイジー B とかそんな感じなんじゃないですか。
リンネ班やらヒメル班やらは意外と昔かたぎやから割と文句たらたらやったけどな。わしやニキ班は今んとこ普通に楽しんでるで。他の地域の中継とかもゲラゲラ笑いながら見てるわ。単にアイドルが歌って踊るだけっちい話なら多分去年までのわしならけほども興味なかったんやろけど、野球を知らん人が見る甲子園みたい感じでそこまで楽しめへんかったやろけどな。今年はなんかバラエティ豊かっちか普通に見てて楽しいからアイドル知らん人でも面白がれるんとちゃう？そうでしょうね。俺なんか今も昔も人生がアイドルって概念中心に回ってるんで、 SS は毎年結構興味深く見ちゃってましたけど、今年からはいわゆるアイドルオタク以外の一般人も巻き込んでいこうみたいな意図を感じますよね。 ES はアイドルで世界征服でもしたいみたいな感じっすから、まあ必要な工程なんでしょうけど。せやね、この惑星で生きてる大半の人間はアイドルなんぞに興味ないもんな。今後躍進していくためにはそんな層を取り込んでいく必要があるっちわけや。伝統通りになっとるだけじゃそのうち頭打ちやもんな。そうなんですけどね、いろいろやるべきこととか考えるべきこととかが増えて大変ですよ。俺全然器用なタイプじゃねえんで。全国規模のお祭りにして一般人も巻き込むことでこれまでの常識が通じなくなってる気がして、ちょっと怖いですね正直。あってごめん桜くん、なんか愚痴っちまいましたね。かまへんよ、純班もずっと旅館にこもっとるみたいやから鬱憤が溜まってんのとちゃう。そうっすね、今は助っ人依頼に備えて待機してないとダメなんですけど、どっかでパーッと息抜きでもしたいところです。それならみんなで旅行をするのがいいね。ああ、唐突に出てきて何なんです、おひえさん。どういうことですかね、あんた筋道を立てて喋れないんですか？うん、ロボットじゃないからね、僕は。あ、どうも、お邪魔しとるで。うん、いらっしゃい。いつもうちの純くんと遊んでくれてありがとうね、琥珀くん。親か。てか、旅行ってどういうことですかね？俺らは普通に、今地元から離れて旅行してるようなもんだと思いますけど。なんなん、ずっと旅館にこもって温泉に浸かってるだけでは旅行とは言えないね。そういう慰安を目的にした旅もあるんだろうけど、もっと観光地とか巡って地元の美味しいものとか食べ歩きしたいね。それで思い出の写真もいっぱい撮って、お土産も持ちきれないほど買って、そんな旅行が僕はしたいね。せっかく時間もあるんだしね。ちょうどよく僕たちにはそういう旅行に出かける口実もあるし。